はい、こんにちは。今日は心理学です。退屈は創造性を上げるキーワードというお話をしていくんですけれども、僕が一番好きなジムキャリー主演のイエスは人生のパスワードみたいなことがあるっていう映画があるんですけど、イエスマンっていうね、そこからちょっとパクってきました。そんな話はいいです。皆さんどうでしょう、いろんなことをこう考えたりとか物を作ったりとかするときに退屈が役に立つっていうことを聞くと、あんな苦しい長い時間を過ごせば過ごすほど、創造性が上がるのっていうのって結構意外だったりすると思うんですけれども、実は人間その退屈さに今耐えきれないっていうのが顕著に現れてきて、皆さん、想像つくと思うんですけど、電車とかバスを乗った時にほとんどの人たちがスマホいじってませんか？あれってただ乗って漠然と過ごす5駅10分の時間よりも、スマホをいじりながらゲームをしたりなんか漫画を読んだりしてる10分の方が早く過ぎるから、退屈な時間っていうのを極力体感として少なくしたいがゆえにスマホをいじっているっていうことがあったりするんですね。で、実はそれをしてしまうと頭が疲れてしまったりとか、それから残念ながら仕事の効率パフォーマンスが落ちてしまったりとか、勉強がなかなか手につかなかったりしますよっていうようなお話もあったりします。で、今日はそんな退屈っていうのを活かして皆さん自身の今までにない発想を生み出していきましょうっていう、そんな話になります。何かというと、セントラルランカシャー大学っていうところで実験が行われました。電話番号もう今は見なくなりましたけど、タウンページとかみたいな、そういう電話番号を電話帳を見ながらですね、こう紙にただただ書き写していくっていう超つまんない作業っていうのを15分間やってもらったんですよ。で、その後にマグカップを1個用意して、その新しい使い道っていうのを考えてもらうというテストを受けました。マグカップを使って新しい使い道、このマグカップでなんか今までに物を飲む以外のやり使い道って何かないってことを考えてもらうテストをしてもらいました。で、その結果、何もしないですぐにマグカップの新しい使い方を考えたチームと、15分間退屈な電話番号を書き写すという作業をしたチームと比較をした時に、後者の方が数多くマグカップの新しい使い方を答える数が多かったっていう実験結果が出ました。で、これは何かというと、動画でお話をしたか分かんないですけど、僕モラルの話をした時があると思うんですね。いいことをした後に人間はちょっと悪いことをしたくなるっていうお話をしたことがあると思うんですけど、それが全く同じ現象が起こってるんですね。つまり退屈な時間を味わうこと、感じることによって新鮮なアイデアを出そうと、今までになかったことをやってみよう、考えてみようっていうふうに脳がシグナルを送るっていうことになるんですよ。つまりその結果、今まで何の生産性もない創造性もないことをやった結果、新しいことを生み出そうっていうふうに脳のシグナルを送るから創造性が活性化するっていう話なんですよね。さらに電話番号を書き写すっていうことは、手を動かしたりとかこう物を見たりとかしてるんで、2つの作業が発生してるんですけど、ただ読むだけ、もう声にも出さずに電話帳ただ眺めているだけっていうような、さらに退屈なことをした結果、その書くつまらない作業よりも読む退屈な作業をした後の方がさらに創造性は上がったっていう結果が出てるんですよ。つまり退屈になればなるほど、その後の反動でめちゃめちゃいいアイデアが浮かびまくるっていう結果が出たっていうことです。はい、ですんで、ついつい退屈な時間を過ごすのに、その時間を短くしようと思ってスマホいじったりとか誰かと喋ったりとかっていう風に何か潰すためのこと行動っていうのをしがちだとは思うんですけれども、あえて退屈をしっかりと味わうことによって、仕事のパフォーマンスを上げたりとかから新しいアイデアが浮かんだりとかっていうような結果になりますんで、その退屈な時間っていうのもおざなりにせずにしっかりと味わうっていう習慣を身につけるタイミングも必要ではないかなというふうに思います。ですから時々その作家の人とか彫刻家の人たちとかっていうのが、私はちょっと散歩に出てくるっていう風に言って、こう何も持たずにぼーっと森の中を散歩したりとか、あるいはリゾートに行って海とかプールに浮かびながら何もせずにこうプカーって浮かんでる時間、あれってすごく大事で、あれから戻ってきた時に、あるいはその退屈な時間を過ごしている時に、はっ、いい話が思いついた、はっ、あんな彫刻を彫ってみたいっていう風なひらめきが浮かぶようになりますんで、退屈な時間っていうのを愛して愛しんで体験していただいて、そして皆さんが他の人にはない発想を浮かぶ、そんなきっかけにしてみてください。ということで本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな
という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。